緊急脱出用ロケット概念図飛行中のリトル上2ロケットアポロ A-004 はアメリカ合衆国のアポロ計画において6回目に行われた緊急脱出用ロケットの発射実験である。絵の試験はこれが最後になった。A-004 は絵の最終試験であり、また初めて指令船の実物が使用された実験でもあった。そのため、 翌年の1月27日に司令船の火災事故で飛行士3名が犠牲になり、それにアポロ1号の名が完成られるまでは、このフライトがアポロ1号と呼ばれていた。今回の実験の目的は、空力的な限界に達するような状況下で、レが正確に作動する彼が、限界高度でモーターを噴射した後、適切に機体を安定させ正しい方向に導けるかを試験することであった。 実験に使用するリトルジョーツーロケットは、これが最後の飛行であり、4機のアルゴルロケットと5機の補助エンジンを搭載して、出力は 1766kN と、これまでで最も強力なものになっていた。指令、機械船及びレニーもいくつかの改良が加えられており、パラシュートはパッドマイナス2と同じものが使用されていた。 技術的な問題や気象条件により若干の遅れはあったものの A-004 は1966年1月20日15時17分1秒ホワイトサンズミサイル基地から発射された予定高度に到達し地上の管制官が指令を送るとではロケットモーターに点火して大きく回転しながらリトル上通から分離された回転速度は用及びピッチ運動が160度 秒、ロール運動が70度、秒であった。前方部のカナードが展開されると、機体は4回転した後、指令船の耐熱保護シールドを進行方向に向ける姿勢で安定した。出の切り離しやパラシュートの展開も問題なく行われ、指令船は発射台から 34.63km 離れた地点に着陸した。到達高度は 23.83km であった。 ありがとうございます。